1995年の近鉄バファローズでは、1995年の近鉄バファローズにおける動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、鈴木刑事監督の3年目のシーズンである。この年のキャンプ中に、野茂秀夫が、ロサンゼルスドジャースに移籍した。オフに、球団や監督との確執が深刻化していた野茂秀夫がアメリカに渡り、 さらに開幕前にはもう一人の不満分子、吉井正ともトレードでチームを去り、投手陣が弱体化、10勝に到達したのは、先発2番手として、チームを支えた、山崎慎太郎と中継ぎの佐野茂樹の二人だけ、吉井とのトレードでヤクルトから入団した西村隆二は5勝にとどまり、チーム防御率は3.97のリーグ5位。一方で、前年の快進撃を支えた、 伊手前打線は、前年の打点王、石井博史郎が5月18日に亀裂骨折した、右かかどの激痛に苦しむも、掛布正幸の持つ、4番打者の連続先発出場記録を更新するため、試合出場を強行、6月には1打席だけ打席に立ち交代するという異常事態が続き、記録を更新した6月8日の試合を最後に、戦列離脱。 また2年連続本塁打王のラルフ・ブライアントも3日後の試合を最後に怪我で戦列を離れそのまま退団。こうして2枚看板を失った打線も崩壊し、チーム打率と得点数はリーグ再開と低迷、チーム本塁打も前年の169本から105本へと大きく減少した。もはや戦える戦力ではなくなったチームは7月中旬に5連敗で再開転落。 さらに8月に7連敗を喫したところで、鈴木監督は、休養、変わった、水谷実を監督代行もチームを立て直すことは、できず、8月26日には、満員の藤井寺で、オリックスの佐藤義則にノーヒットノーランを喫する、屈辱を味わった。この年は前年 B クラスから2位浮上のロッテに20ゲーム、4位、日本ハム20ゲームもつけられ、 チームは8年ぶりの再開でシーズンを終えた。この年の近鉄は監督推薦による選出のみであった。ありがとうございます。